カブトだぜ。ジュゲムだよ。カブト、特大スクープだよ。スクープ？なんだろう。カブトクワガタの全容がついに明らかに。前回のバトルに引き続いて、今回は他の要素も一挙に紹介しちゃうんだ。みんな最後まで見てね。太っ腹だね。早速ゲームスタートだ。俺はカブト。ここが俺の住む町。虫ショップもあって大好きな町だ。ここから冒険が始まる。主人公は虫が大好きみたいだね。俺も負けてないぜ。地図の行けるところには。私の名前はサナギ。覚えておいて。私はこの町で一番カブトクワガタが好きなの。この店の常連なのよ。この子はこの町で一番カブトクワガタが好きなんだって。カブトムシ。負けてられるか。カブトクワガタが好きなのは俺だよ。いないな。いるはずないか。でももう一度探してみよう。どうかしたの？たくさんの人と出会うね。探して、どんな風に物語と関係してくるんだろう。楽しみだね。いや、こんなチャンスは二度とないぞ。俺は木登りは得意なんだ。行くぜ。手を突っ込んでみるしかないぜ。それ。うわあ。気づいたかい？君、大丈夫？公園でオオクワガタを取ろうとしたら、どうやら別世界にワープしてしまったみたいだ。どこか痛いところはない？びっくりした。クワガタがすごく大きい。巨大な虫が人間と共存する世界みたいだ。でも人を襲ってるみたいだ。ここは私に任せて。あ、さっきの虫好きの一足先にこの世界に飛ばされていたようだね。虫ショップの虫を見て驚いたと思うけど、もともと人間と虫は仲良く暮らしていたんだけど、最近目が赤くてとても凶暴な虫がどんどん増えているんだ。さっきみたいに暴れてみんな困っている。どうやら何かがきっかけで巨大な虫が人を襲うようになってしまったみたいだね。どうしてなんだろう。早く謎を解いて村のみんなを救わなきゃ。カブトはこれから虫使いとなって凶暴なカブトクワガタたちと戦うことになるよ。よし、虫を見つけるぞ。さあ行こう。村の外れにある巨大な御神木にカブトクワガタたちが集まるよ。マーカー点滅時に早速カブトムシとバトルだ。前回の動画で学んだことを生かして。もちろんカブトムシの属性は強気だから冷静のクワガタで勝負だよ。さすがだカブト、自分より強い虫も属性を意識すれば勝てるんだね。余裕だよ。ほらもう6種類もカブトクワガタを捕まえちゃったよ。これでゲームクリア。まだまだ村には何門も御神木があって、さらに強い虫が待ってるよ。夜の虫と勝負だ。こうやって事前に餌をあげて元気を回復しておくんだ。カブトはもう立派な虫使いだね。やっぱり夜の御神木は不気味だね。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すと。相手は姫カブト。姫カブト、ツヤがあってかっこいい。カブト、よく見て、強さ200だよ。200？ そんな強い虫、出会ったことないよ。俺の一番強い虫でも140だ。相手の攻撃力は34。ああ、やられた。しまった。属性で勝っても負けちゃうよ。どうしよう、ジュゲム。行き詰まった時は村の人たちにヒントをもらおう。虫は御神木で捕まえるだけでなくて、産卵育成することもできるんだ。産卵育成にはオスとメス、幼虫の餌が必要なんだよ。すげえ、本当の虫育成みたいだ。幼虫の餌を手に入れて、メスとバトルして手に入れたぜ。一例幼虫になりました。うわ、本物の幼虫みたいだよ。動いてる。餌を与えて上手に育成しよう。育成に失敗することもあるよ。餌をたくさんあげてサナギまで育てたぜ。孵化しました。でけえ、こんな虫野生では手に入らないかも。ゲームを進めていくと育成した虫で仕掛けてないカブトクワガタがたくさん出てくるよ。トンネル。おっと少年、ここを通すわけにはいかないな。おっと、次の村へ進もうとしたら謎の科学者が。この人は凶暴化した虫の秘密を握ってるみたい。まあ今の俺なら余裕で勝てちゃうんだ。うわ、また強さ200の虫だ。育成や強化を忘れてて勝てる虫がいないよ。ああ、やられた。しまった。油断は禁物だね。
謎の科学者を倒して早く謎を解かないと。三男育成を進めてどんなカブトクワガタにも勝てるようにしよう。相手はエラフス細赤クワガタ。オス。ジュゲム、見て見て、このエラフス細赤クワガタ、色が他と違う気がする。遺伝の欄を見て。青になってる。こんな風にレアな遺伝を持つ虫と出会った時は迷わず戦ってゲットしよう。このノコギリクワガタも赤ってかっこいい。レアな遺伝を持った虫はよろずやで高く売ることができるよ。売るなんてもったいないよ、大事に育てるんだ。もちろんそれはプレイヤー次第だよ。今回はここまで。もっと先まで進めたいよ、虫の秘密にはまだまだ遠いな。今回紹介したのはゲームのほんの一部だよ。発売まであと少し、新しい情報を楽しみに待っててね。